海外、クロースのキャリアを終わらせようとした？ソシエダ派首位レアルマドリーとアウェイで対戦。キレキレのプレイを連発した久保が見せたのが48分だ。ボールを奪いに来たマドリーのトニクロースを、また抜き、苛立ったように肘を使った相手に、ファウルで止められてしまった。このシーンをラリーガの公式 X が投稿すると、クロース派恥だ。日本人派ドイツ人を滅ぼすのが得意なんだろうね。この子には敬意がない。夏に彼が大金を手に入れても驚かない。久保がクロースのキャリアに終止符を打とうとした。エリート選手になろうとしている。お願いだ、消してくれ。と懇願されていた。また抜き、わら。また抜いててくさ。普通に持たせると危険な選手になってるな。スペインで話題になってるな。クロース派昔から久保にイラついてるね。